私から一点報告がございます。明日の25日、都内で、農林漁業者との車座対話を実施いたします。農業、林業、水産業の各分野で、新たな需要開拓やスマート技術の活用などに積極的に取り組んでおられる方々に直接お会いをしまして、その取り組みの現状や課題についてお話を伺いたいと考えております。詳細はこの後プレスリリースでお願いいたします。以上です。では幹事社のフジテレビ富田と申します、はい。よろしくお願いいたします。軽石について伺います。伊豆諸島の三宅島でも、確認されるなど広範囲に影響が及んできています。現在把握している状況と対策についてお願いします。はい、現在東京都伊豆諸島周辺で軽石の漂流や一部海岸等での漂着を確認しております。神奈川県や千葉県への漂着についても報道は承知しております。水産庁におきましては、すでに全国の地方公共団体に文書を発出しまして、事前のオイルフェンスの準備と水産業関係者被害の防止対策について周知いたしております。東京都においては、伊豆諸島の漁港において、軽石の流入防止を図るため、一部の漁港におきまして、オイルフェンスを設置するなどの対策を行っているところであります。農林水産省といたしましては、引き続き軽石の動向や漁業活動への影響などに注視するとともに、迅速な復旧や支援に努めてまいりたいと思います。ありがとうございました。それでは各社さんお願いします。はい、どうぞ。日本農業新聞の木寺と申します。米政策で伺います。農水省は先日の食料部会で令和4年3米の需給安定には作付け面積を前年比で4万ヘクタール減らす必要があるとの見通しを示しました。今後各産地では米の生産規模の目安の設定が本格化すると思いますが、その際どのような対応が産地には求められるのかと、国として需給安定の実現へどう産地を支援するか教えてください。はい、今回の審議会でお示した需要量の見通しはですね、702万トンから706万トンについてでございまして、それに対して一部の委員からもっと厳しく見通すべきとの意見もありました。また一方では他の委員からワクチン接種の進捗や感染者の減少に伴って中食外食需要のが回復しているというご意見もありました。現に今年の7月から10月までの需要量が昨年を上回っております。このようなことを踏まえまして見通しは妥当であるとのご意見がありました。結論といたしまして食料部会としては適当と認める旨の答申をいただいたところであります。主食米の需要量について今後変動する可能性もあり、現時点でその影響を正確に見通すことは困難であります。しかし、引き続き、販売動向の見極めやデータ収集に努めつつ、需要動向を注視してまいりたいと思います。で、令和4年産の主食用米につきましては、需給と価格の安定を図るには21万トンの作付け転換が必要という見通しをお示したところであります。今後各県におきましては、主食用米の生産の目安の検討を進めるにあたりましては、主食用米の需要の見通しや、それから実験産の自分の県のですね、3米の在庫状況を十分に考慮していただくが、ことが重要であると考えております。
今後、農林水産庁としての産地支援に対しての考えについてはですね、令和4年度の転作作付については、飼料用の米ばかりではなく、米や大豆や、それから野菜、飼育用トウモロコシ等の定着性の高い作物への計画的な転換が行われるように、検討を進めているところであります。農林水産省といたしましては、全国会議やキャラバンにおいて、各県での作付け転換の検討に関する、検討に資する情報提供を行うとともに、令和3年度補正予算において、水田リノベーション事業を計上しまして、対象品目に飼育用トウモロコシを追加するなどの拡充や見直しを検討しております。まあ、これらにより需要に応じた生産に取り組む産地を支援してまいりたいと考えております。以上です。はい、どうぞ。すいません。TBS の蓮井と申します、はい。よろしくお願いします。今の質問に関連なんですけれども、消費者へのメッセージという観点で、来年度の、需要米が700万トンを初めて切ったということで、今、お米が安くなっていくかと思うんですけれども、これに関連して大臣の現状認識と、それから消費者へのメッセージとあればよろしくお願いいたします。まあ、なかなか、米って非常に難しいところですね。消費者にはできるだけ安い米をということで、生産者はある一定の米が安定しないと需給調整ができないという難しいところがあります。でも現実は今、米の値段は安くなっておりますんで、できるだけ消費者の皆さん方も米を食べるように努力をしてもらいたい。で、我々も米をたくさん食べていただくような、まあそういう価格になっておるという、まあ宣伝っていうかですね、そういうことを大いにですね、ご飯を食べていただくような、そういう展開を活動していかなきゃいかんというのを思っております。まあこれは高いか安いかっていうのは消費者の感覚の問題でございまして、ただ数字的には昨年よりも確かに安くなっていることは間違いありません。またいろいろなチラシ等で、今米が安くなっているというような、そういったチラシもですね、出回っておりますんで、まあ、できるだけ米をたくさん食べることによって、生産者も安定した生産ができるような形の中で、需給バランスがうまく保っていければというのを私も考えております。